皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、先日撮ってきました化石の、クリーニングと、表面保護をやっていこうと思うんですけど、まずはですね、サメの歯2種類と、それから、こちらのヘビの化石ですね。はい、こっちはちょっと難しそうなんで、ちょっと後の方にするとして、まずは、こちらのサメの歯の方をやっていきたいと思います。まずはですね、この比較的大きな歯のクレトラムナの方からいきたいと思うんですけど、すでにこれヒビが入っちゃってるので、クリーニングするときはかなり繊細な、作業が必要になるかなと思うんですけど、この、大きい石ですけど、よく見るとここにね、こうひびが入ってるんですよね。でここにサメの歯があるんですけど、その横にこうピーッとこうひびが入ってるので、まずはこれをね、こう右と左にカット分けられればいいんですけど、綺麗に割れるかどうかちょっと不安ですが、まずはそこをやってみようかなと思います。さらにですね、歯はこのてっぺんの方にあるんですけど、ここにもこうひびが入ってるので、そこは割ってちゃいましょうか。どう割れるか。ちょっと危なかったですけどね。だいたい歯の近くは取り外せました。はい。ちなみに割ったところに、貝の化石が出てきたんで、ちょっとあんまり見かけないような貝なんで、これも一応クリーニングしておきましょう。やっぱり根っこはないみたいですね。はい、歯だけ取り出すことができました。やっぱりですね、かなり潰れちゃってひびが全体的に入ってるんですけど、綺麗な表面の光沢は残ってるんですね。はい、本当はもうちょっとこれ厚みがあって、綺麗な形してるんでしょうけど、ちょっと押しつぶされて湾曲してるような感じですよね。はい、こちら側はもう完全に潰れてひびが全体的に入っちゃってますけど、これは割と綺麗にクリーニングできたんじゃないでしょうか。はい、続いてはクレトピシリナと思われる歯の方なんですけど、ここにあるんですよね。ちらっとと見えてるんですけど、これはですね、さっきやってたような釘でトントンすると壊しちゃいそうなんで、こちらのですね、先っちょが非常に尖っている、こちらの精密ピックというですね、道具を使っていきたいと思います。こちら先っちょこうまっすぐ尖ってるやつなんですけど、その他に先が、わかりますかね、こういうふうに髪型になってるやつが2種類あるんで、これをちょっと使い分けてやっていきたいと思います。取れましたね。ちっちゃいんで、非常にこれはサイズ的には
非常に小さい刃なんですけど、まあ2ミリくらいでしょうかね。はい、まあ根っこもちょっとなかったですけど、一応きれいに剥がすことはできました。はい、はい、というわけで本日のメインディッシュであります、こちらですね、エビの化石リヌパルスなんですけれども、まあここ、まあ、メインで大きく出てるのが、果たしてこれ、殻の背中側なのかお腹側なのかちょっとわかんないんですけど、極力この周りの砂岩を外してみて、多分足が埋まってると思うんですね。こっちにも、まあ、こっちには明白にここに、足っぽいものが見えてるので、まあ綺麗に剥がせればと思うんですけど、はい、というわけで、化石のクリーニングが終わりまして、このエビの化石っていうと、やっぱりですね、これね、背中じゃなくてお腹側だと思うんですね。やっぱ足がこう近くにあるっていうことは、やっぱり背中じゃなくてこのお腹側のこう足が生えてる方だと思うんですけど、側面にですね、ここにも足があって、その反対側にも、まあ足っぽい感じのものがあって、で、本来ここにこう被ってた石の方もクリーニングをすると、まあやっぱりこう足っぽい、やっぱ足っぽいものがあるので、これはやっぱり背中側じゃなくてお腹側、かなっていう感じがしますね。はい、実際ハコエビ、今現代に生きているハコエビのお腹側を見るとやっぱこういう感じのあれですね、殻をしてるんですよね。やっぱ背中側にはやっぱ特徴的なこう真ん中に一本強いラインが入ってて盛り上がってるので、その特徴があまり見られないんで、やっぱこっちはお腹側かなという感じがします。まあ、お腹側があったっていうことは、この反対側に当然背中側があったんでしょうけども、まあ、その掘った場所にあった石をまあかき集めてくれば、どっかに背中の方が入ってたかもしれないですね。はい。まあ、というわけで、こういった感じでね、思いもかけないものが見つかるっていうのも、まあ、体験発掘の面白いところだと思いますので、まあ、興味のある方、まあ、これが夏休みとかに入るお子さんとかもですね、まあ、興味のある方はぜひ体験学ついて、まあ、昔のロマンに触れてみたらいかがでしょうかね。はい、まあ、とはいえですね、まあ、体験学室上は当然屋根がないので、天気次第では体験学室がまあできなかったりするわけですけれども、まあ、今年はですね、特に梅雨明けが遅くなってます。で、東北地方はまだ梅雨明けしてませんし、まあ、沖縄奄美が梅雨明けがまあ6日から14日遅くなっているので、まあ、当然その分、東北の梅雨明けも遅くなってくるとは思うんですけど、まあ、去年の今頃はですね、もう完全に梅雨が明けてる頃だったんですけれど、まあ、こう気圧配置を見てもまあはっきりと分かるわけですけど、まあ、去年の7月の、まあ、16日の気圧配置がこれですけども、まあ、いわゆるクジラの尻尾型という気圧配置になってまして、この九州の北でこう太平洋高気圧の気圧配置の中でクジラの尻尾型にこうピョコって上がってる気圧配置の時はまあ非常に暑いとされてるわけですけど、まあ、これ典型的なその気圧配置で、まあ、この時はすごい暑かったかなと思うんですけど、まあ、今年の、同じ日の
キャサイチンこれで、まあ、見ての通りまだ梅雨前線が高太平洋上に横たわっていて、まだまだ梅雨明けの発表はされていません。まあ、これがなくならない限りはぐずついた天気っていうのがね、続くわけで、まあ、ここ10年で、最も遅かった梅雨明けが発表されたのが最も遅かったのが2013年の8月7日っていうデータが残ってますけども、まあ遅くても大抵7月の末には梅雨が明けてたんですが、今年もね、なんかちょっと7月末くらいまでこうずれ込んでいく感じなのかなという感じがしてます。で、ここ10年で2回梅雨明けがまあ発表されなかった、まあ、特定がされなかったっていうこともあって、まあ、結局発表されないまま結局秋になっちゃったっていうところだったんですけど、それもまあここ10年で2回ありますから、まあそこまでずれずれいかないようにしてほしいなとは思うんですけども、まあ、晴れたら晴れたでまあ熱中症のリスクが高くなってしまうんですけども、まあぐずぐずした天気の中でまあドロドロになって風邪100するよりはね、晴れてた方がやっぱいいかなとは思うので、まあ、早く梅雨明けてほしいもんですね。はい、というわけで最後まで動画の視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。